カール・シュテフェックはドイツの画家である。歴史画のほか、犬や馬を題材にした。ベルリンで生まれた。ベルリンのプロイセン王立芸術アカデミーで学び、1837年から動物を得意とする画家、フランツ・クリューガーのクラスに入った。その後、カール・ヨーゼフ・ベガスにも学んだ。1839年にパリに留学し、ポール・ドラ・ローシュの下で2ヶ月学び、 戦闘場面などを描いたオラースベルネの作品から影響を受けた。1840年から1842年の間はイタリアに滞在した。ベルリンに戻った後、1848年に15世紀の武将、アルブレヒト・アヒレスを題材にした歴史画を描き、高い評価を得た。犬や馬を題材にした絵画を描くことが多くなり、肖像画や版画、彫刻も制作した。 1850年代の初めから美術教師として働き、ハンスフォン・マレースラーを教えた。1859年にベルリンのプロイセン王立美術院の教授に任じられ、1880年にはケーニヒソベルク美術学校の校長に任命された。ありがとうございます。